なんとかなります。2本入る。ああ、だんだん痛くなりません。ああ、はいはい、はい、4月3日まで高い500円で。こんにちは、松本です。あ、チョコリです。こんにちは、川西アクシス整体院の川井です。よろしくお願いします。こんにちは、今日も今日とってよろしくお願いします。お願いします。今日はあれです、妖怪アゴ滑りから。妖怪アゴ滑りから、いろいろですね、アゴ滑ってまして、あ、ちょっと右にアゴが。でもですね、ちょっと最近気づいたんですよ、はい、ちょっと眼鏡が、お、角も立つのそっくりです。もうちょっとヘノジにしてみて、ヘノジヘノジ、お、ここ、そうそう、もう角の角度そっくりなんですよ。本当にこれ気づいたんです。すごいすごい特技ですね。これなんとかなります。あの、角の角度じゃねえよっていう。あ、そうそう、もう角の角度じゃねえよはもう近藤春菜さん以上にこいつなんですよ。山本拓也の方もらいました。めっちゃ似とうよね、似てますね。で、なんか普段はちょっとオレンジ色っぽい黄色っぽいメガネをかけてるんですけど、それかけたらエルトン・ジョンです。それをかけてる時はもうエルトン・ジョン。なるほど。すごいね。すごい似てますね。なんとかなりますか。なんとかしてみます。いろいろ悪いですね。はい、顎がね悪いのと姿勢がもう見た限りも相当悪いですよ。そうですね。顎って一番最後に悪くなるところなんで。あ、そうなんですか。はい、だから悪くなりきった人が最後顎に。来るんで、もう終わりですか。顎悪い人はもう全身結構悪い人が多いです。全身が悪くても全てがまあ顎に集約されるわけです。最終形態、最終なんで。なるほどなるほど。だから最終形態ですか。みんな全身をちゃんと整えるとこうなるよ。でも結構やっぱり顔の歪みで悩まれてる方も多いので。そうですね、はい、よく聞きますね。はい、顔の歪みは頭の歪みだけじゃなくて結構全身から来てしまってるんで、全身を整えてあげることによって顔の歪みっていうのもまた整っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。松尾忠道中期やばいでしょ。指これ何本入ります。3本入ります。あ、3本入んないの。2本入る。3本はちょっときつい感じ。ちょっと今2本入るようになったんですよ。2本入らなかったんです。なるほど。これ釣れてるから開かないでしょ。そうですね、断層ですね。今日は綺麗にこう切れ目が入って、今日はいろいろやばい。もう入りました。顔も完全に酒のむくみで。いやいや違う違う、もともと太いわ。これ太ったら顔に出るけんさ。そうですね、顔がすごいもんね。顔に出るタイプですね。そう、まず太ったら、だってもうほぼ四角やもん。顔そうですね、そうですね。千と千尋に出てきた3つの鳥のあれの感じ。顔なし。顔なんか知らん。誰も見てるやつ。そうそう。だから全部白が。いや、もうやばいね。もうほらもうほら見てほら。線入ってるな。組み立て式やもん。線が。組み立て式やこれ。ああ本当だ。線が入ってる。可動フィギュアみたいに、ね。あ、痛いですね。痛い。痛いです。なんで？そんな強くしてないですよね。そうですね。でも明らかにもう左側が擦れちゃってるんで。なるほど、ね、はい、今右に顎ずれてるんで、はい、右側が悪いと思われがちなんですけど、はい、実は左側が悪いせいで右側悪くなってるっていうような。お前さ、なんか顔がマジ悪魔つきみたいな顔してるね。悪魔つき、お前悪魔に疲れたみたいな顔してる。悪魔つきみたいな顔してる。左に重心がかかってるんで、はい、まあ、左肩をこう上げてバランス取ろうとして貼るんで、はい、肩も、そういうことか。肩が上がっちゃってるんで。なるほど。ああ、本当ですね。だ、手は上がるんですか。手は上がります。まあ、ちょっとここら辺で引っかかる感じがあるので、はい、うん、ちょっと耳の横まで本当はスッと上がってほしいんですけど。体の顔がえらいでかいんですよね。あ、アニメキャラと同じ。バランスがね。肉がつきすぎてえらいでこなっちゃう。上向ける。いや、もう。これやばいですよね。裏さんより無形くなったら、いや、裏さんより無形くなったら、いや、本当ですね、うん、やばいな。もう、はい、これでもう一回上向いてます。こっち形容ぐらい、あー、あ、向けます、向けます、すげー変わる、向けます、何でした、一瞬で変わった、あ、指に押されて、いやいや、指入れてない、あ、背中、うん、背中貫いては指が、あ、押さえとだけ、ここを支えてるだけ、ギューって指入れとんかと思った、そこに、違う、なんと正規やね、ここが悪くて首の動きが悪くなってるんで、硬いっていうことですか。そうですね、うん、
確かに入ってる感じだったんですね。僕も入ってるかな最初。びっくりした。ちょっと上向きで寝てみていただいて。はい、すごい。やばい。骨つかめるやん。いやもう解説者ならやりそう。いや本当。あ、超頸骨もね、こうぐーっと頭の骨もぐーっとこう。こうねじれてしまっているので、はい、ガチガチ。なんか顎周り、首周り痛がりますよね、いつも指入れると。痛いですね。で、ちょっとこれを覚えておいてほしいんですけど、はい、首っていうのは頭もそうなんですけど、体の上に乗っかっているものなので、骨盤とか土台が歪むと首が歪んだり頭が歪んだりしてしまうので。土台を戻さないことにはこっちは戻っていかないので、はい、先にちょっとそっちの方から調整していきますので、で、はい、土台を緩めてあげると首も勝手に緩んできますので、この感じを覚えてください。はい、ね、全然硬い、はい、全然動かない、全然動いてないですね。やっぱ上を直すにも下からやっていかないかんのですか。そうですね。で、顎っていうのはブランコみたいな状態なんですよ。ブランコのようなぶら下がっているような構造をしているので、あ、顎がですね、なるほど、あ、なるほどなるほど、はい、こういうふうにぶら下がっているような状態になっているので、そうか、そうか、そうです、なので頭がこっちに傾くと顎もこっちにずれ、こういうふうにずれるし、こっちに行くとこっちにずれるし、頭前に出ると顎も前に出るっていうような、おー、ブランコのような状態なんで、体の歪みを全部顎が表しているっていうことになってきますので、だからこいつ逆立ちとかするじゃないですか、はい、僕は3点倒立とかまっすぐできるんですけど、こいつにさせようとしたらもう傾くんですよ。どうしたんですか、翔さん。翔さん、このシーンだけ見たらもうご乱心ですよ。全部顎の傾きの方に傾いてできないんですよ、逆立ち。壁倒立もできないんですよ。あ、そうなんですか。壁だったらできるじゃないですか、普通、はい、パンって足つけばいいだけなんで、はい、それはできないです。足がつかなくてもうバーって右に倒れるんですよ、全部中小やっぱ顎が曲がってるから、いや多分そうやろね、いや体が全体曲がっとるけんよね。お、あーしょー、オッケー、反対向きから優しいですね。優しいですね。優しいですね。俺も思ったら優しいんですよ。イメージとしては鋭いナイフですね、ガッじゃなくてスパッっていう、こう、なるほどなるほど、鋭いナイフでスッと切るようなイメージでやるのがいいです。叩き切るじゃなくて、はい、スッと切れたナイフとか、いらんこと言わんほうがいい。よいしょ、うまいな。そのまま上向きで一回寝ましょうか。あ、なんかやってる。僕見て、あ、背中感じますね。痛いですね、痛いですね、これ。え、何が痛いの。背中です。反ってある、すごい。あ、軽く泡引いてください。で、深呼吸吸って吐きます。ああ落とします。何、ゴリゴリゴリ。そうそう、例のあれと同じでしょ。そうですね、まだちょっと方向が違ったりするんで、ね、一部だけね。一部だけ曲げていくスタイル。これだけでも今ここら辺がだいぶ、なんていうんですかね、さっきはこうだったんですけど、はい、まあ、こう引けるようになってきてる感じが、うん、あ、引けますね。あとで、取ったらって感じ。で、首の動きもこう、あ、本当だ、かなり変わってきてるんで、すごい、まあ、首も悪いんですけど、首自体が原因じゃないんで、先にこれ首やっちゃうと痛めちゃうんですよね。骨盤から順番にやっていかないと、先に首やっちゃうと痛めちゃうんで、優しい。優しいボキボキです。早いな。自律神経も乱れまくってるので。これお酒って関係あります。お酒、まあ、そうですね、生活習慣全般。昨日6時間ぐらい記憶がないんです。なんか記憶飛んだらずっと書き添え書き添え言ってるんですよね。うん、いや、なんでなんででしょうね。記憶飛んだ人って記憶あるやん。あ、それはあれですよ、配信見たからですよ、後で。怪しいもんだな、なんかちょっと頭をですね、はい、軽く押し付けるように力入れます。
押し付けたらいいですか。はい、はい、もう少し1、2、3力抜きます。そうです、もう一度1、2、3力抜いて、最後1、2、3力抜いて、はい、これマッスルエナジーですね。これマッスルエナジーです。これマッスルエナジーですか。痛みもないですね。そうですね、ご自身の筋力を使って歪みを戻していくっていう技になるので、エナジーです。ダンシンフォーデバイデイエ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 イ、さあすごい孤独感。動いてますね。そうだな。私はいいって言って扉を閉めた時の感じ。やばいな。今のチャゲアスの曲なんじゃない？エナジーっていう。あ、あそこはそこは痛いかもしれない。肉やべえなお前。すごいね、本当溢れ出す。お前は。なんすかこれ、え、なんかしてる、なんかしてる、物理的に首を伸ばしてる。あ、ここの筋肉っていうのが顎を動かす骨につながっているので、ここが硬くなると顎が寄っちゃうんですね。あ、あ、これ痛いですね。でしょうね、うん、ここが硬くなっている方が多いので顎悪い人。なるほど、引いて。あの下から見るととんでもなく顎が飛び出してる。これはやばい。痛い、痛いっす。あ、だんだん痛くなりますね。どんどん深いところに入っていってますね。痛いですよ。いや痛そうやな。でもそれなんか、うん、チョコリただでさえこの辺痛がり。そうですね、はい、痛そうやね。めっちゃ痛いです。結構ギューッと入れてるでしょ。そうですね、うん、これ、あ、そうだね、こっちはちょっと引っ掛けてるだけなんですけど。あ、そうなんですか。こっちも引っ掛けて、あ、こっちを下げることによってちょっとそれで食い込んでると牽引かけてる感じなんです。なるほど、どんどん奥に入ってきます。こっちはマイクって入れすぎちゃうとあの苦しいので。ああ、なるほどですね。そんなに痛くなくなりました、もしかして。はい、今のところ。いや、取れた。はい、いいね、いい感じだと思います。ちょっと爪痕かな。本当だ、爪痕。爪痕残しとこうかなと。爪痕。なるほど、今のはマッスルエナジーではない。違います、はい、もう何でもかんでもそう言ったらいい。あ、これ見たいですね。さっき、お前どこも痛いの。これ固まってるの分かります。結構頭もチカチカなってますので、意外と顎を動かす筋肉って、はい、この耳の裏からついてるんで、うーん、耳の裏が硬い方多いんですよね。あ、なるほど。結構ここら辺はね、結構ほぐすんですけど、はい、ここら辺ってあんまほぐさないんで。そうそう、ここら辺から相当痛そうな顔してる。これ痛いです。ここはもうガッチガチなんですね、耳の裏が。さあ、ああ、かっそ思い出しますよ。あ、そんなに痛い。痛いです、うん、へえ、そうなんだ。悪くない人はね、気持ちいいんですけど。あ、顎が悪い人がそこが。そう、まあそうですね。やばい、へえ、痛くはないもん、耳の後ろ。なんともないことはないけど、うん、そこまで痛いかなっていう感じですね、やっぱね。今度は右と左とどちら側の方が痛み強いですか。左です。こちら側ですか。はい、はい、結構これだけでも、揺らすだけでも結構顎開いちゃう方いらっしゃるんですけど。おー、東京ではなんか5分揺らすだけで5000円とるらしい。ところもあるって聞いてます。なるほど、それぐらい揺らすのは有効だというか。そうですね、うん、
松尾田道中。ベッドの端に座っていただいてもいいですか。ちょっとここがちょっと悪いので、はい、ね、そのゆっくり一緒にダラーンと持たれかかってきてください。ダラーン。おっ。これもう一回でしょ。お前毎回そのリアクションやん。もう声出るやん毎回。顔の歪みは一回ではやっぱり難しいんですけど、まあ、集大成ですからね。でも肩の動きはすごい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 、めっちゃ動きます。一回ちょっとあーっと開けてみて、あ、ちょっと指3本あーっと、あ、入る入る、ちょっとさっきより開くように、ちょっと開くようになったね、なってきますね。3本ない入ります。はいはい、あーっと閉じます。あー結構左がジャリジャリジャリって言ってたんですけど、はい、音もちょっとマシにはなってきてるんで、あ、そうですね。お前そんな音がすんの。お前しますよ。アホからしますよ。ジャリ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 ってなりますよ、こう音。なんで、あ、それ何が原因なんですか。関節円盤っていう軟骨もちょっと痛めてるような状態なんで、この軟骨まで痛めてると結構やっぱ時間がかかったりとか治りにくかったりはするんで。軟骨痛めてるんです。そうです。あ、重しますね。結構放置しすぎてしまう。お前もう軟骨痛めやん。軟骨痛め。食べて美味しそう。食べに非常に美味しそう。ねえ、酒に合いそうな。いいですね、よかったやん。軟骨痛め。ね、ですね。まあちょっと歪み整えて、まあ関節にかかってる負担っていうのが減ってくると、まあ、歪みもちょっとマシになってきますし、そのジャリジャリっていうのが少しずつ小さくはなってきますんで、ただ一回その軟骨が結構こう外れたりとか剥がれてしまってると結構回復っていうのはやっぱ難しいのは難しいんで、そうなる前にぜひ皆さん来てください。そうなる前に早めに。そう、味噌ばっか食いよるけど味噌軟骨炒め。あ、もう美味しそうですね。すごいね。すごいね。だいぶ角度が。あ、すげえ。松尾田道中。ありがとうございました。ありがとうございました。良かったね、良かったね、すごい開きやすいです。あ、そうですね、だいぶ3本開けれればかなり生活も変わってくると思いますんで、うん、はい、これ何が悪いんですか。寝方とかあるじゃないですか、はい、寝方が悪いのか通常 その仕事中の姿勢が悪いのかとか。そうですね、まあ、ポーズでつくとか横向けに寝るとかっていうのも一般的にはあるんですけど、自律神経の乱れとか体の歪みでもこう顎ってやっぱり歪んできちゃうので、どちらかというともそっち、自律神経でも歪むんですね。はい、自律神経で歪む。お前自律神経あるんや。あると思います。頼ってた。あると思う。ああ、あったんだね。え、なんかそう、なんか自律神経の乱れ的なのはなんか、あ、まあ生活習慣もそうなんですけど、はい、もちろんお酒もそうですし、うん、スマートフォンとかあのパソコンとか、ね、そういう電磁波とかを消えても乱れてきてしまいますし、なんかこうリセットした方がいいですよね、電磁波とか。そうですね、特にね、僕ら仕事上。そうですね、はい、電磁波リセットしたらいいよ。はい、一回なんか山ごもりかなんかして。そうですね、山ごもりで磁場のないところに行くとか、あとなんか岩盤浴とかね、溶岩浴とかいいっすよね。そうですね、あ、最近行ってないですね。そう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 、溶岩浴ったもんね。そうですね、あ、岩塩がいいよね。あ、岩塩、そうです、はい、ね、岩塩いいんですよ、電磁波。バスソルトとか結構入れて使ってあげると。ああ、そう、はい、ピンクソルトみたいなね、岩塩のね、はい、電磁波。そうです、そうです、本当にこの通りですよね、はい、塩分っていうのが放電しやすくしてくれるんで、はい、それは舐めてたんですか。舐めてもいい。舐めていいですか。塩分過多なんですよ。あ、なるほどなるほど。いや、もう塩がね、なるほど、や、山盛り塩もらうから。あ、よくないですね。それが結構原因かもしれないですね。酒飲んで酔っ払ってると塩そのまま舐めてます。で、いくら丼あるじゃないですか。いくら丼ってもう醤油かけなくて美味しいんですよ。はい、そうですね、はい、醤油茶漬けぐらいピッチョジャンするんですよ。マジで。ね、そうですね、こう絶対病気になると思ってよ、うん、結構濃いです、いくらだけでも結構濃いんですよ。で、味、はい、もう、うん、あのこいつ愛知の出身なんで、はい、味濃いのが好きなんですよ、そもそも。なるほど、だからもう味噌とかも、なるほど、結構そういう食生活とかでもやっぱり自律神経乱れちゃうので。でもう一つ、もう一つありえないと言っていいですか、はい、剣道の稽古前って、はい、1時間以上前って飯食わないじゃないですか、はい、まあ、ちょっとね体調悪くなったりとかするんで、はい、まあ、食うにしてもおにぎり1個、はい、こいつ始まるもう 2,3 分前にポテトチップス食うんですよ。
マジで僕もうそんなやつもう生まれて38年初めて見たんですよ。ウィダーインゼリーのようにしよう。いやもうポテトチップス食べたいですっつってポテチ買って食ってんですよ稽古前に。もうありえないですよ。びっくりしましたもんね。やっぱ汗かいてね、頭痛くなるから、ね、いや、それそれもう、キャラっすよ。スポーツドリンクとかじゃないんですよね。いや、だから塩分取りすぎですよね、多分。取りすぎですね。しっかり水分取ってあげるだけでも、はい、ちょっと変わってくると思いますんで、うん、はい。ちゃんと、ね、塩分控えて、はい、塩分控えた方がいい、はい、よかったね。はい。ということで、4月3日まで幼虫期を見たと言っていただければ高い500円で収集していただけるということで、はい、いやーすごい、はい、通常6600円が4月4日からもね幼虫期を見たと言っていただければ初回2980円で、はい、いやいいですね、はい、もうぜひ来てください。これね、ほんとすごいですよ。生態デパートですね。そうですね、泣きとうとありますけどね。もう生態デパートも西日本です。西日本版です。東京には一人いるんですよ、真似事ばっかしてる人が。真似事ばっかしてる人が。でもね、これは真似事じゃないんですよ。いや、ちょっともう話長くなって申し訳ないんですけど、東京にいる方はいろんな人の生態を見て全部取り入れていってるんですけ ど、そうじゃないですか。そうです、もともと持ってるものなんで、はい、もうあっちはね、やっぱサイラーなんですよ。ヒーローズ、ヒーローって言うと。でも、もうここはもう元々のポテンシャルでね、もうやってらっしゃるんで、ぜひ来てください。説明欄貼っておきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。こっち向きで、はい、横向きで、バッカリ。